泥臭く頑張るとかって嫌いなんだって今の子たちって、あの努力できない子たちが多い、うん、三日坊主全員で SNS バズればいい、うん、何やっても一緒バズればバカじゃねえのお前らって感じなんですよ。いくらバズってもさ親とかが大変なんだって身内が叩かれるから結局お前らが有名になってもさ関わってる人全員大変になる、学校も大変になるしさ、それでなんかニゴニゴしてさ先生にしたってやってるでしょ。でもあいつらがもしさ YouTuber デビューしましたって1本目のとこ100万円とか回るでしょ、それよくないの、もうやったもん勝ちみたいな、人に迷惑かけないでできるでしょ、何が多いんだよ。はい、今日はねやっぱ最近さ SNS でさ Z 世代って出てくるじゃん、話題になってんだよな、あのさ某回転寿司屋さんとかでさ迷惑行為したりとか、まあ、今最近だと、まあ、牛丼屋で迷惑行為したりとか、うん、カラオケでスプレーやってファイヤーしたりとか、 Z 世代って何なん？ Z 世代は、うん、なんかあの Z って好きな人、ドラゴンボールってこと？あ、ドラゴンボール Z の世代のやつなの、あいつら。そうそうそう。ドラゴンボールって、やっぱドラゴンボール、あのレッドリボン軍とかの時ね、最初ね。あのピラフとかが敵の時。うん、ドラゴンボール Z、ドラゴンボール GT、今はスーパーだっけか。あるけど、あと俺らってさ、ドラゴンボール Z 世代じゃん。ドラゴンボール Z 世代とガチの Z 世代でしょ、多分。Z 世代って使われてほしくない？ドラゴンボール Z ってさ、一番面白かったドラゴンボールシリーズよ、だって。間違いない。でしょ？あんな面白いさ、Z とあの迷惑行為の Z 一緒にしないでほしいね。やっぱ俺らってドラゴンボール Z 世代だから、この SNS で戦いを繰り広げてる Z 世代のやつらとはもう物が違うんすよ。でそもそもさ、まあ、SNS でなんかやってんじゃん迷惑行為、うん、やばくないあれ。あれは結構問題だよね。問題すぎるじゃん、うん、どう思う、おじちゃん。いや、あれに載せるのはよくない、バカなの。いや、バカだよね。バカッターで昔に流行ったのバカッター、バカッター一番有名なのが回転寿司じゃん、あの醤油こう生でやったりとか、粉のお茶あるじゃん、置いてあるじゃん、あれあれ口に入れてペッてやってさ、グレートムタ、グレートムタはね、多分ドラゴンボール Z 世代しか知らねえよ。知らん。おぎちゃんも Z 世代だもんね、ちゃんと、20代、うんそう、うん、本物の Z 世代。そう、俺らはドラゴンボール Z 世代だ。そう、そう、それはやっぱね仲良くならないですよ。確かに。そうで、やばいんだって。だってさ、パフェのさ、うん、こう刺さってるじゃん、ポッキー的な、あれ取って半分かじって戻すとか、そう、いや考えたことあるじゃん、実際に誰もがさ、あの回ってる寿司なんかいたずらしたらちょっととか昔考えたことあるけど、まあよぎりはするよね。でも俺らドラゴンボール Z 世代はやらないな。やらないね。で今の Z 世代はやるやん。やばくない？どうなの Z 世代として、それ他のやってる人たち同じにしてほしくないね、あれは。もっと Z 世代の、多分 Z より前だと思うんだよ。ABCDFG、HMM、Z の前。A 世代ぐらいってこと？あ、そうそうそう、うん。ガチャの話していい？言いたいこと言っていい？あの迷惑をかけるのも、自分の身内とかだけだったらまだいい。うん、他人に対しての迷惑のかけたら良くなくない？普通に。あの回転寿司に行く人がめっちゃ減ったや、うん、一時期。で今はさ、逆にそのおかげでむしろ増えてんだよな。でもそれ増やしたのってさ、うん、やっぱドラゴンボール Z 世代の人たち多くない？そうなんだ。で、だから DJ 社長が最初にスシローを救いたいっていうのをやりましょうってなって、またみんなスシロー行き始めて、インフルエンサー行き始めたやん。でも DJ 社長ってさ、ドラゴンボール Z 世代なんだよね。間違いない。だからやっぱ、ドラゴンボール Z 世代が、今の Z 世代のミスを、こう、うまく揉み消してるっていう構図が出来上がってるんだよ。揉み消してる。だから、Z 世代はもっとこの、俺らみたいな、ドラゴンボール Z 世代。ドラゴンボール Z 世代気に入っちゃってんじゃん。今って規制多いでしょ、これやっちゃダメ、あれやっちゃダメってさ、あれがあるからやっていいことと悪いこと分かんないんだよ。逆に俺らってさ、テレビとかでさ、お尻とかさ、お胸が出ちゃったりとかさ、うん、見てた世代じゃん、ちょうど。そうね。そう、でもさ、真似する人っていなかったでしょ、その迷惑行為。なんかテレビで見れる楽しみがあったからね。そう、だからないじゃん今そういうのが、過度な映像、うん、がないから、逆に分かんないから自分でやっちゃうんだよね。あ、確かに。だから良くないのかなって思ったりもする。今の Z 世代って呼ばれる人たちは、その迷惑行為を迷惑だと思ったようなやつだけど、あれでバズったらいいやとか、興味本位だ。そう言ったら、いい例がおでんつんつんさんよ、出しちゃって申し訳ないですけど、ヘズマさんもそうよ、うん、迷惑行為して有名になっちゃった。その前例ももしかしたら、あれ今の Z 世代の子たちがちょうどちっちゃい頃でしょ、うん、だから良くないのかもしれないんだよね。やっぱ精神の時の部屋ってあるでしょ、うん、ダウンボール Z で。あるね。あれ大事だよね、ああいうの見とくの。やっぱさ、この一生懸命努力してるのを見てるわけや、悟空たちが、うん、今の子たち見てないでしょ、悟空たち。
知らない人、悟空とベジータの一生懸命やってんの。ベジータがさ、一生どんだけ頑張っても主人公になれないんだよ。一生脇役。そういう辛さを知ってない。あ、でも、おかしいんだって。一番マックスは元の姿なの。普通の姿。悟空あるでしょ、うん、まあ金髪じゃん、基本的に、うん。スーパーだと髪赤くなるの。ゴッドはまず赤い。で次、青くなるのね。で次、なんか灰色になるの。最後、黒。最終的には海洋圏が一番強いんだよね。だから結局そういうことなんですよ、世の中って。うん、どういうことなの。最初は一番いいの、結局。いろいろこう、いろいろわーって変化するけど、やっぱ先人の知恵ってあるじゃん。うん、知恵の先人の知恵、うん、昔いた知恵みたいになってる。知恵があるから、やっぱそこって、やっぱ結局古臭いとか言われるけど、そこが一番この人間として大事なのかなって思うよ、やっぱ。なんか泥臭く頑張るとかって嫌いなんだって、今の子たちって。あの努力できない子たちが多い。あ、そう。もう三日坊主全員で、SNS バズればいい、うんうん、何やっても一緒、バズればバカじゃねえのお前らっていう感じなんですよ。いくらバズってもさ、親とかが大変なんだって、身内が叩かれるから。結局お前らが有名になってもさ、その関わってる人全員大変になる、学校も大変になるしさ、それでなんかニゴニゴしてさ、あいつみせにしてとかやっちゃうでしょ。でもあいつらがもしさ、YouTuber デビューしましたってなって1本目の動画100万回とか回るでしょ。良くないのよ。もっと人に迷惑かけないでできるでしょ。あれ何が面白いんだろうね、本当に意味わかんなくて。今後さ、みんな SNS 主流になるから、その SNS の使い方も間違いないことだね。一番大事なのはそのストーリーとかに載せるじゃん。例えばその迷惑行為を載せたやつも叩かれるの、結局。お前なんで笑って見てれるのみたいなとか、ビューってやってピーとかさ、シャッとさ、面白くないから正直。お前ら Z 世代聞けよ、 Z 世代、 Z 世代よく聞け。お前ら何も面白くない、本当に面白くない、マジで。ドラゴンボール Z 世代の俺らからするとマジで何も面白くないから、それそれがあるから、なんか言葉の重み減るよね。じゃあレペゼンさんが一番ね、俺じゃ迷惑行為じゃないけどさ、炎上とかしてるけど、あれ、あの方たちってさ、自分の体使ってやってるやん、全部。ゴキブリ食ったりテキーラ一本飲んだりとかってさ、うん、誰も迷惑かけてないの、自分らがきついだけだから。ああいうやっぱドラゴンボール Z 世代の根性とかだったりを見習った方がいいね、もっと。そう、誰かを不幸にするわけや。だってあんなの食いたくないもん。あんな寿司の醤油ペロペロしたやつにこうやってやってんでしょって知らない人見るわけやみたいな、うん、あれマジムカつくから、お前らもっと反省した方がいい。次、多分ね、痛みを知らない人の、うん、格闘技やった方がいい一回。そしたら変わるから、人生変わる。痛いことに自らこの頑張りに行くってできないから、今の Z 世代の心の道は絶対に。というわけでね、今日はね、Z 世代とドラゴンボール Z 世代の考え方の違いについて喋りましたけども、うん、この動画はね、500再生いってほしいですね。という感じで終わりますんで、皆さんね、チャンネル登録、高評価、コメント、 Z 世代の人たちね、もっとこう変わりたいとか本当に思う人がいたらね、うん、僕の動画来てもらえれば人間性叩き直してありますんで。かなり厳しいけど、あ、文字でいや、文字じゃなくて体でやれよ。文字でちゃんと文字で叩き直すの。感じで終わります。皆さん長々とありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。お、いなくなった。俺も消えよう。